こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。え、ヘックシュンクシュン。どうしたんだ霊夢。いやー、最近あんまり掃除をしていなかったから埃が。確かにかなり埃っぽいな。ずず、そうね。こんなにハウスダストが飛んでいると、真っ黒クロスケが出てきちゃうよ。お、霊夢、真っ黒クロスケを知っているのか。知ってるわよ。隣のトトロに登場する黒くて丸い生き物でしょ。その通りだ。じゃあ真っ黒クロスケが実は他のジブリ作品にも登場しているのは知っているか？え？知らなかったの？そうだったの？真っ黒クロスケの正体については、意外とあまり知られていないことがたくさんあるんだぜ。ということで今回は、真っ黒クロスケの正体や他作品との関連、実在するとされる説まで、余すところなく紹介するぜ。よろしく頼むわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、真っ黒クロスケの正体。さて、まずは真っ黒クロスケの簡単なおさらいだ。真っ黒クロスケはスタジオジブリ作品の隣のトトロに登場するキャラクターだ。手のひらに収まるサイズの黒くて丸いフォルム。目はクリッとしていて、可愛らしい見た目をしている。そうだったわね。真っ黒クロスケはどんな登場の仕方だったかしら。映画の中で真っ黒クロスケが初めて登場するのは、引っ越してきたサツキとメイが勝手口を開けたシーンだ。扉を開けた瞬間、台所中にはびこっていた真っ黒クロスケが一斉にザザザーっと逃げていく。サツキたちもびっくりしていたよね。得体の知れない何かが急に現れたんだから当然だよな。その後サツキはお父さんにこう伝えているぜ。ゴキブリでもない。ネズミでもない。黒いのがいっぱいいたの。この時だっけ？真っ黒クロスケの名前が出てきたのは。そうだな。サツキから話を聞いたお父さんが、それは真っ黒クロスケだって伝えている。しかしこの時お父さんは、真っ黒クロスケの正体のことをこう言っているんだ。明るいところから暗いところに入ると目がくらんでそう見えるだけだと。つまり真っ黒クロスケはお化けではなく目の錯覚ってこと？そういうことだな。なんだつまらないわね。でもその後、真っ黒クロスケはまた登場するんだ。そのシーンを見ると、とても目の錯覚では済ませられないぜ。どんなシーンだっけ？2階に続く階段を見つけたシーンだ。2人が大きな声で叫ぶと、それに反応するように2階から、ザザザと何かが大量にうごめくような音が聞こえる。その後、メイは2階の壁の亀裂に何かの気配を感じるんだ。亀裂に指を突っ込むと、亀裂に隠れた真っ黒クロスケが一斉に溢れ出てくる。そしてなんと、メイは逃げ遅れた1匹を捕獲することに成功するんだ。バチンって両手で叩くシーンよね。ああ。このことから真っ黒クロスケは目の錯覚ではなく物理的に存在する物体であることがわかるんだ。なるほど、目の錯覚であんなにはっきり姿は見えないよね。じゃあ真っ黒クロスケって一体何者なの？真っ黒クロスケはすすわたりと呼ばれるお化けなんだ。すすわたり？すすわたりは漢字ですすわたりと書く。サツキたちが引っ越してきたような古い家に住み着いて、そこら中をすすとほこりだらけにしてしまうと言われている。あ、カンタのおばあちゃんもそんなことを言っていたよね。悪い存在ではないって。そうだな。真っ黒クロスケは確かに妖怪や化け物に分類される存在ではあるようなんだが、人間に害を及ぼすような怖いものではなく、ニコニコしていれば悪さはしないと言われている。優しいお化けなのね。ああ。でも真っ黒クロスケに住み着かれると家中がすすとほこりだらけになっちゃうから、あんまり共存はしたくないお化けだぜ。それもそうね。一方の真っ黒クロスケも古くて人気のない家を好むようだ。サツキたちが住み始めた当日の夜には、みんな一斉に引っ越してしまっているぜ。家を追い出されたようで、ちょっとかわいそうだったよね。ちゃんと安住の地を見つけられますように。それなんだが、真っ黒クロスケたちは無事、引っ越し先を見つけられたようだぜ。え？なんでそんなことがわかるの？じゃあここからは、引っ越し先について紹介していくぜ。に、引っ越し先はかまじじいの家？それでマリサ。どうして真っ黒クロスケたちの引っ越し先がわかったの？ああ。実はスタジオジブリの別作品に、真っ黒クロスケたちが登場しているんだ。そのことから、その作品に出てくる場所が引っ越し先であることがわかるんだ。気になるわね、一体どこに引っ越したの？ズバリ、千と千尋の神隠しに出てくるかまじじいの部屋だ。千と千尋の神隠しってどんな話だっけ？気弱な性格の千尋が神様の世界に迷い込んでしまい、両親を助けるために湯屋で働く話だな。かまじじいは手足が何本も歩くもののような姿をしている。見た目は名前の通り、おじいちゃんのようだ。千尋が湯屋で働けるようにサポートをしたり、作品後半では大事な電車のチケットを千尋にあげると、物語の中でとても重要な役割を果たしているぜ。そうだったわね。それで、真っ黒クロスケはいつ登場するの？うん。かまじじいの仕事内容は覚えているか？確か、湯屋で使うお湯を沸かして薬湯を作っているのよね。たくさんの薬草を調合したりしてたわね。その通りだ。
釜爺爺の部屋はボイラー室にもなっていて、石炭をくべることで大量の湯を沸かしている。その石炭を運搬する役割を担っているのが、真っ黒クロスケなんだ。あ、思い出したわ。隣のトトロと違って手足があったけど、確かにあれは真っ黒クロスケね。炎がほとばしる高温の滝口に自分の体よりも大きい石炭をせっせと運ぶ姿は涙ぐましいよな。働き者なのね。そうだな。でも実は湯屋では湯ババアババアに魔法をかけられており、働かないと元のススの姿に戻されてしまうらしい。何それひどいじゃない。お化けとはいえ生きていくのは楽じゃないってことだな。でも辛いことばかりではないみたいだぜ。好物のコンペイトーをもらった時には泣きながらとても喜んでいた。釜爺爺とも良好な関係を築いているようだ。そうなのね。奴隷のような扱いじゃなくて何よりだわ。真っ黒クロスケが運搬する石炭を千尋が代わりに運んだ時はそれに味を占めてわざと石炭の下敷きになったり、ずる賢い一面もあるようだ。一方で千尋の靴を大事に保管するなど優しさも持ち合わせている。このことから、真っ黒クロスケにも人間と同じように感情があることがわかるんだぜ。なるほど。千と千尋の神隠しに登場してくれたことで、真っ黒クロスケの新たな一面が知れたわけね。3、鳴き声はピグミー族。そういえばマリサ。なんだ霊夢。さっき、コンペイトーの話の時に鳴き声の話があったけど、真っ黒クロスケって泣いたりするの？お、いい質問だぜ。霊夢、そうなんだ。真っ黒クロスケは独特の鳴き声を上げるんだ。隣のトトロの中で、引っ越していく時の声をよく聞くと、わけあわーなんて泣いているぜ。その際退却って叫ぶ真っ黒クロスケもいるとか。退却？退却のことかしらね。かわいい。一回聞くとなかなか耳から離れない声をしているよな。そうね。でも人間にはなかなか出せない声よね。声優さんはいるの？もちろんいるぜ。でも日本の声優さんではないんだ。実は真っ黒クロスケの声は、アフリカのとある民族の声を録音したものなんだぜ。いきなりアフリカって単語が出てきたわね。びっくりだよな。真っ黒クロスケの声は、アフリカのピグミー族の声なんだぜ。ちょっと待って、本当にあんな声で喋る民族がいるの？生態どうなってるのよ。さすがにそこは機械で編集をしているぜ。ピグミー一族のあの声を集めてできたのがあの声なんだ。なるほど。でもよくアフリカの民族なんて見つけたわね。そうだな。きっと何事にも妥協せず、心に残る作品を作りたいという、宮崎駿監督の強い思いがあったからこそ生まれたのが、真っ黒クロスケの声なんだろうぜ。お化けとはいえ生きていくのは楽じゃないってことだな。でも辛いことばかりではないみたいだぜ。好物のコンペイトーをもらった時には泣きながらとても喜んでいた。釜爺爺とも良好な関係を築いているようだ。そうなのね。奴隷のような扱いじゃなくて何よりだわ。真っ黒クロスケが運搬する石炭を千尋が代わりに運んだ時はそれに味を占めてわざと石炭の下敷きになったり、ずる賢い一面もあるようだ。一方で千尋の靴を大事に保管するなど優しさも持ち合わせている。このことから、真っ黒クロスケにも人間と同じように感情があることがわかるんだぜ。なるほど。千と千尋の神隠しに登場してくれたことで、真っ黒クロスケの新たな一面が知れたわけね。4、モデルはザトウムシ。さて、次に紹介するのが、真っ黒クロスケのモデルだぜ。真っ黒クロスケにモデルがいたのね。そうだ。隣のトトロと千と千尋の神隠しで、姿形が違っていたのはさっき話に出てきたよな。隣のトトロでは丸いフォルム。千と千尋の神隠しではそこから細長い手足が出ている。そうだったね。両方とも、モデルとされているのはザトウムシと呼ばれる長い足が特徴的な節足動物なんだ。それがこれだ。いや、何これ、足が本体の何倍もある？クモなのかしら？こいつはクモと同じクモ型タグイで、別名メクラグモとも呼ばれている。このことからクモの仲間のように見えるんだが、実際は異なる分類群に属しているんだぜ。クモっぽいけどクモではないってことね。あれ、でも待って。どうした？霊夢。球状の胴体から細長い毛足が生えているところは釜爺爺のところで働いている真っ黒クロスケとそっくりだけど、隣のトトロに登場する真っ黒クロスケとはあんまり似ていないような。確かに、隣のトトロで見る真っ黒クロスケといえばケサランパサランのようだって言われている。本当にザトウムシ？って疑問が浮かぶのは無理ないことだ。ということで、本物のザトウムシが群れで固まる姿を見つけてきたぜ。いやー、これは確かに真っ黒クロスケがうごめいている姿にそっくりね。だろう？かなりグロテスクな感じが強いけど、こう見ると両作品の真っ黒クロスケとも、ザトウムシそっくりなのはわかるぜ。あとはあれよね。ザトウムシってカマジジイにも似てるよね。お、鋭いな霊夢。そうなんだ。カマジジイのモデルも、このザトウムシなんじゃないかって言われているぜ。作中でカマジジイは真っ黒クロスケのことをチビどもって呼んでいるし、まるで親子のようなんだぜ。そうなのね。
確かに、同じ種族の仲間だとしても不思議じゃないわね。5、マックロクロスケは実在した？さて、最後に紹介するのがマックロクロスケ実在説だぜ。え？マックロクロスケってスタジオジブリが作った架空のキャラクターじゃないの？調べてみたところ、どうやら実際に見たって人がいたんだ。その人も、サツキたち同様子供の頃に見たらしい。その人の発言を一部抜粋して紹介するぜ。お願いするわ。ゴエモン風呂は、温かいうちはいいのですが、お湯が少し冷めて、ぬるめになったら、また、焚き火で火をつけて沸かします。なので、使っているうちに、ますます真っ黒になります。すげえ。ゴエモン風呂が家にある人なのね。当時は、お風呂場も隙間風が吹き、とても寒い場所。隙間風が吹くと、真っ黒なすすが、コロコロ回りながら、目の前を移動していくのです。もう何度も見ています。真っ黒なすす。すすのことかな。そうだな。黒くなったすすが隙間風によってコロコロ動く姿は、まさに真っ黒クロスケだよな。なるほど、純粋な子供だからこそ、動く様子を見て生き物だと思ったとしても不思議じゃないわね。一方で、見たと言っている人の中には真っ黒クロスケを心霊現象の一種として捉えている人もいる。親御さんの命日に、真っ黒クロスケのような黒い塊が部屋の中を飛び回ったらしい。親御さんの命日っていうのが怖いね。また真っ黒クロスケは精霊神様の見つかいなんて囁く声もあるんだぜ。そんな説まで出ているんだね。すすを見間違えただけってこともあるかもしれないが、スピリチュアルな存在として説が上がるほど、真っ黒クロスケというキャラクターが愛されていることがわかるよな。ということで今回は真っ黒クロスケの正体やそのモデルなど、余すところなくお届けしたぜ。作品内だと出番も少ないし、ささやかな脇役でしかない真っ黒クロスケにこんな秘密があったなんて、知れば知るほど気になる存在だよな。映画公開から30年以上経った今でも大人気で、キャラクターグッズは販売され続けているんだぜ。それも、古さを感じさせないジブリ作品だからこそだよね。もしかしたら今後のジブリ作品にもまた真っ黒クロスケが登場するなんてことがあるかもしれないな。そんな日が来るのを私も楽しみにしているね。ってことで、今回はここまで最後までご視聴いただきありがとうございました。面白かったって人は、高評価とチャンネル登録よろしくねこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だけど、霊夢、千と千尋の神隠しに、幻のエンディングがあるって知っているか？幻のエンディング？千尋の両親が人間に戻ってみんなで元の世界に帰るんじゃないの？そうなんだが、その続きのシーンがあると言われているんだ。続きのシーン？聞いたことないよ。そうだよな、しかし、目撃証言もあるんだぜ。それは、気になるわね。どんなエンディングなんだろう？そうだろ？じっくり解説していくから聞いてくれ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、幻のエンディングとは？通常のエンディングでは、元の世界に戻ったところで終わりだったよな。白と別れた後、トンネルを抜けて車に乗り込んだところで終わりのはずよ。しかし、幻のエンディングでは、千尋が元の世界に戻った後の物語が書かれているんだぜ。まだ先があったということ？それは気になるね。そうだろ？それじゃあ、幻のエンディングの内容を詳しく話していくぜ。車に乗り込んだ千尋は、つけていた髪留めが違うものに変わっていることに気づくんだ。その髪留めこそ、ゼニーバにもらったものだが千尋の様子から記憶にないようだな。その後、引っ越し先の新居に向かうんだけど、先に引っ越し業者が、到着していたんだぜ。ふむふむ、遅れられたら困りますよ、と注意する業者と、両親がやり取りする中、千尋は、一人散策に出るんだ。そして、橋の架かった小さな小川を発見する。橋の上から、川を眺めていた千尋は、はっと何かに気づいた様子をしたところで終了するんだ。これが、幻のエンディングの内容なんだぜ。湯屋のある世界に行ったことは、千尋の記憶からなくなってしまうのね。そうだな。ゼニーバの髪留めだと分かっていないのだから覚えていないよな。でも、川を眺めている時に、はっと何かに気づいた様子というのが気になるわ。おそらく、白のことだろう。白は、幼い頃に千尋が溺れた川の神様だったからな。それは、感動。最後別れる時、再会の約束をしていたものね。でも、初めて聞いたわ。本当に放送されたのかな？そこなんだ。内容が具体的だし、ネットで話題になった時、私も見た、と目撃者が多く存在していたんだ。そうなの？一気に信憑性が高くなってきたわね。2、幻のエンディングは劇場版で1週間限定。幻のエンディングは、一定期間だけ放送されていたと言われているんだぜ。期間限定だったということ？それは確かにレアね。
様々な情報が飛び交っているが、公開から1週間、一部の劇場で放送されたようだな。千と千尋の神隠しの公開日は、2001年の7月20日だからちょうど夏休みの放送になるわね。そうだな。とすると、幻のエンディングを見たという方が多いのも納得だよな。そうね、映画館限定だったのかな？惑わせて悪いが、VHS 限定だったという情報もあるんだ。VHS？ ビデオテープのことを VHS と言うんだぜ。当時はまだ、VHS での販売や、レンタルもされていたからな。なるほどね。ということは、一部の映画館限定ではなく、公開当初は、幻のエンディングが存在していたことになるね。ああ、さらに、プロット段階では存在していたという話や、カットされたのは、尺の関係という説もあるんだ。そうなのね。カットされた後のエンディングを見て、前見たのと違う、と声を上げる方も多くいたようだな。ええ。それは、衝撃的ね。それに、ある視聴者の方が SNS で集ったアンケートによると、約500名のうち過半数が見たと回答したそうだ。過半数も？ということで、見たことがあるという方の声を、まとめてみよう。目撃証言1、川を眺めながら千尋が、吐く、ってなるシーンがあったんですよ。私は見たんだよ。まさに幻のエンディングの内容と一緒だわ。目撃証言に、画力があれば完全に再現できるくらい私の記憶には鮮明に残っているので。が、ガチ？目撃証言さん、うっすら記憶があるんだけどあれは何だったのかな？私たちも不思議な世界に巻き込まれている？その説、有力だな。え、巻き込まれる？私も豚にされたらどうしよう。霊夢、何を言っているんだ、しっかりしてくれ。3、スタジオジブリが公式回答。ただ、幻のエンディングについて、スタジオジブリは完全否定しているんだぜ。そうなの？2021年12月に放送された千と千尋の神隠しで、公式ツイッターは、質問を募集したんだ。そこに幻のエンディングについての質問が来たのね。そうなんだ。そういう噂が流れているんだったら、面白いね。と、都市伝説であることを公表したんだぜ。それは確固たる真実ね。そうか。でも、なんだかショックだわ。まあそう肩を落とすなよ。そう言いながらも宮崎駿監督は、とあるインタビューでこう話しているんだ。ゼニーバがくれた髪飾りを千尋は気づいてないけど髪に残ってるという風にした。と言っているんだぜ。幻のエンディングの中の話とリンクするわ。そうなんだ。幻のエンディングを彷彿とさせるシーンや、設定が物語の中に散りばめられていたのかもしれないな。そうね、でも、どうして目撃証言が多発したのかな？確証はないが、昔、ニコニコ動画で、すごい出来のいい二次創作動画が上がったそうだ。誰かが続きのシーンを作ったということ？そういうことだな。その動画を見た方たちが、勘違いしたんじゃないか、と言われているんだ。その記憶が目撃証言に繋がったと思われるな。そういうことね。誰かが作った作品だとはいえ、白と千尋が再会することを願っていた方は多くいたはずよね。そうだな。長年語られてきた、幻のエンディングは、文字通り、幻想だということが分かったな。そうね。真実であったらよかったなぁと思う内容だけに、ジブリの完全否定にショックを受けた方もいたはずだわ。そうだな。しかし、数々の作品で都市伝説が絶えないジブリ作品すごくないか？本当だね。幻のエンディングを作ったかもしれない方も、都市伝説を語る方もジブリ作品のファンなのでしょうね。それだけ人気があるという証拠だな。幻だとしても、千尋と白が再会できていることを願ってまた鑑賞しようと。そうだな。ということで今回はここまで。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。面白い、と思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録をよろしくね。コメントもくれると嬉しいぜ。それじゃあ、まったねー。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は、ジブリ作品に都市伝説が多く噂されていることを知っているよな。魔理沙にたくさん聞かせてもらっているからね。それじゃあ、ジブリ作品の中でも千と千尋の神隠しに特に都市伝説が多いことを知っているか？そうなの？霊夢の知っている千と千尋の神隠しの都市伝説はあるか？ 3、4個くらいなら聞いたことがあるかな。魔理沙が解説しようとしている都市伝説は何個あるの？今回、解説しようと思っている都市伝説だけでも12個あるぜ。そんなにあるの？確かに千と千尋の神隠しは、ジブリ作品の中でも都市伝説が多い方かもしれないね。そうなんだよな。それじゃあ、今回は千と千尋の神隠しの都市伝説12選を解説していこうと思うぜ。すごく大好きな作品だから、すごく興味があるな。早く聞かせて。おう、それでは早速行くぜ。ゆっくりしていってね。1、冒頭シーンで千尋は瀕死状態だった。
まず、最初の都市伝説は千尋は瀕死状態だったのではないかというもの。どういうこと？千と千尋の神隠しの物語序盤に千尋とお母さん、お父さんの3人は車に乗って引っ越し先へ向かうよな。その道中で、山を見つけたお父さんがトンネルめがけて猛スピードで走り出すんだぜ。あんな知らない山道を猛スピードで運転するなんて、危険な運転をするよね。本当、そうだよな。作中では、無事トンネルの前で車は止まるわけだが、この時、千尋家族は、本当は事故に遭っていたのではないかと噂されているんだぜ。え、なんで？その後も普通に物語は進んでいくよね？そうなんだが、そう噂されるのはこんな理由からなんだぜ。千尋がトンネルの先の不思議な世界へ入る時に透けてなくなってしまいそうになる。完全に透けそうになるものの、また普通に戻っていき、物語が進む。トンネルを抜けた先にはサンズの川を思わせる川がある。という理由から、千尋は透けかけた時に死に直面していたのではないか。完全に透けずに戻ったことから完全に死んではいない瀕死の状態にあるのではないか。という都市伝説になったんだ。なるほど、そういえば、千尋が透明になりかけるシーンがあったね。不思議な世界に入ったという演出なのかと思っていたけど、そういう意味があったのかもしれないね。あくまで都市伝説だけど、考察を聞いていたらそんな気がするよな。うん、うん。に、四つの季節が存在するのは極楽浄土だから。二つ目の都市伝説は、油屋には四季が共存しており、油屋は極楽浄土なのではないかというもの。四季が共存している？油屋の中庭には、アジサイや椿、梅、ツツジが一緒に咲いているんだ。これってよく考えるとおかしなことじゃないか？アジサイは梅雨の時期の花で、椿は冬の花、梅は冬から春に開花するし、ツツジは5月が見頃の花だよね。確かに同時に咲いているのはおかしいよね。そうなんだ。それに千尋や油屋の人たちの服装は春か秋のようなちょうど良い季節の服装に感じるよな。どうやら、油屋では四季が共存しているのではないかと考えられるぜ。この四季の共存で思いつくのが、極楽浄土。極楽浄土とは、四季がなくどの季節の花も同時に咲いていると言われているんだよな。これらのことから、千尋が入った不思議な世界は極楽浄土だったのではないかと言われているんだぜ。なるほど、千尋は死後の世界に迷い込んでしまったということなんだね。さっきの都市伝説ともつながるものがあるね。そうだな。3、電車のシーンは銀河鉄道の夜がモデル。3つ目の都市伝説は、千尋がゼニーバに会いに行くために乗った電車のシーンはある映画がモデルだというもの。そのある映画とは、1985年に公開されたアニメ映画、銀河鉄道の夜なんだぜ。宮沢賢治さんが原作のあの銀河鉄道の夜？その銀河鉄道の夜だぜ。アニメ映画は、人間を猫に置き換えて表現されているんだぜ。杉井義三郎さんが監督をされた作品で映像や音楽が美しい作品としても有名なんだ。そのアニメ映画、銀河鉄道の夜と、千尋の乗った電車シーンがよく似ていると話題になっているんだぜ。銀河鉄道は死者を運ぶ列車で、乗客や車掌は黒い影として描かれている。窓の外には建物がなく闇の中をひたすら走る銀河鉄道、時折見えるのは駅のプラットホームだけ。そんなところが千尋の乗った海原鉄道の電車風景と酷似していないか？確かに、千尋の乗った電車の乗客も確か黒い影だったよね。窓からは暗闇ではないけど、建物のない風景にたまに現れる駅。ほとんど一緒じゃない？そうなんだよ。ちなみに黒い影の乗客はどんな状況の人たちかわかるか？あ、死者なのね。銀河鉄道と同じく、海原鉄道も死者を運ぶ電車ということなの？そう考えられるよな。よく見ると乗客たちはうつむいたり元気のなさそうな人が多いんだぜ。黒い影というところも絶望して命が途切れてしまいそうという意味でもあるんじゃないかと感じるよな。千尋は死者と一緒に電車に乗っていたということなのね。4、ホタルの墓の節子が登場している。4つ目の都市伝説は、作中に同じジブリ作品のホタルの墓の節子が登場しているというもの。節子らしい人物が登場するのは、千尋が海原鉄道の電車に乗っているシーンでのことだぜ。電車に乗ってゼニーバの元へ向かっている途中に、電車は何駅か停車しながら進むんだ。その停車する駅の一つ、沼原駅のホームにずっと電車を見つめる女の子の影が登場するんだぜ。その女の子がホタルの墓の節子ではないかと言われているんだな。こっちをじーっと見つめている女の子がいた気がする。あの子が節子だったのかな？そう言われているな。でも、個人的にはあの女の子が節子というのは違う気がしているんだぜ。それはこんな理由からなんだ。女の子の服装が節子の服装とはだいぶ違う。女の子は節子の年より年上に見える。という点からなんだ。そうだね。そう聞くと、節子とは少し違う女の子に感じられるね。また、海原電鉄は一方通行の電車で、自殺した人をあの世に連れて行くための列車と言われているんだぜ。
途中の駅で降りた人は自殺を踏みとどまれた人だという話もある。でも蛍の墓の節子の死因は、自殺ではなく餓死なんだぜ。だから、あの駅にいるわけがないと思うんだ。また、テレビ放送など時間の関係でカットされがちな蛍の墓のラストシーンなんだが、そこで、幽霊になった節子とセイタが再会しているシーンが存在するんだぜ。幽霊になって再会している二人だから海原鉄道に登場するのには無理がある気がするな。そっか、じゃあ、この都市伝説は信憑性が低いということね。ジブリファンがここに節子が登場してくれたら嬉しいという気持ちから噂された都市伝説かもしれないね。そうかもしれないな。5、油屋は遊郭だった。5つ目は、油屋は実は遊郭だったのではないかというもの。内装の華やかさは遊郭っぽいけど、神様を癒す温泉っていう感じのお店だった気がするけど。そうだよな、実際神様がたくさん通ってきていて、温泉で体を癒していたよな。作中では油屋で遊郭的なサービスの描写は書かれていなかったのかもしれない。でも、油屋のモデルは遊郭、風俗なんだぜ。その理由としては、千尋が油屋で契約した職種は湯名、すなわち、現代のソープ場を指す職種であるということ。油屋には海春と書いてある絵が飾ってある。海春とは健康になるという意味があるが、風俗用語での気持ち良くなるという意味もある。千尋が千と名付けられたのは源氏名だから。という点が油屋が風俗をモデルにしていると言えると思うぜ。油屋のモデルをわざわざ遊郭にしたのには何か理由があるのかな？よくぞ聞いてくれたぜ。実は、宮崎駿監督も油屋を風俗をモデルに書いていると発言しているんだ。宮崎駿監督によれば、現在の日本は全部、風俗産業みたいな社会だと感じているらしい。抽象的すぎてよくわからないな。私もちょっとよく理解はできないんだが、宮崎駿監督が感じる現在の日本を象徴しているのが風俗産業。それを油屋という小さな世界に凝縮して表現したということなんだろうな。なるほど、この都市伝説は限りなく本当のことだということだね。そのようだぜ。6、湯婆婆、ゼニーバは悪役の予定だった。6つ目は湯婆婆とゼニーバは初期設定では完璧な悪役の予定であったというもの。現在の設定では、湯婆婆は悪役という感じだけど、ゼニーバに悪役という言葉は当てはまらない感じがするね。うん、そうだよな。今の設定では、湯婆婆とゼニーバは双子のようにそっくりだけど、性格はゼニーバの方が穏やかな性格という設定だぜ。でも、初期設定では、ゼニーバは湯婆婆よりスラッとしてスタイルが良く、魔力が強い設定。一方、湯婆婆はそんなゼニーバにコンプレックスを感じている次女という設定だったんだ。千と千尋の神隠しの物語自体、もともと今とは違うストーリーを想定していたらしいんだぜ。それが、千尋が湯婆婆、ゼニーバの二人を倒しに行くというストーリーなんだそう。作品を練っているうちに、これでは感動作品ではなく、アクション作品になってしまうと気づき、設定を大幅に変えたストーリー展開にしたそうなんだぜ。その変更により、湯婆婆とゼニーバの初期設定も変更したんだろうな。今の設定のゼニーバが好きだから、設定が変わってよかった。確かに、女の子と二人の魔女が戦うアクションものだと作品の雰囲気が大きく変わってきちゃうもんね。今の設定の千と千尋の神隠しになってよかったね。7、白は最後八つ咲きにされた。7つ目は白の最後は八つ咲きにされたというもの。え、白は八つ咲きにされちゃったの？千尋とまた会う約束をしていたのに。白はいい人なのに悲しすぎる。白には死んでほしくないよな。しかも、八つ咲きなんて。なぜ、白が八つ咲きにされなくてはならないのか霊夢は知っているか？なんでだっけ？八つ咲きにされるほど、白が悪いことをしたような気がしないんだけど。そうだよな。実は、千尋が迷い込んだあの世界にはルールを守らなくてはいけないという厳しい掟があるんだぜ。そのルールの内容は、はっきりとされていないんだけど。どうやら、湯婆婆が決めたわけでもない、世界全体の暗黙のルールのようなんだぜ。そのルールに則って白も何かしらの契約違反をしてしまい八つ咲きとなる運命になってしまったんだ。白もそのルールのことは重々承知していて、その運命を受け入れているように見える。湯婆婆は、あんなにあの世界を牛耳っている感じなのに湯婆婆でもどうにもならないの？湯婆婆でもゼニーバでもどうにもならない。現に、ゼニーバは、千尋を助けてあげたいけど、ルール違反はできない。と言っていたよな。また、湯婆婆も溺愛している棒に掟を解除するように頼まれても掟は破れないと発言しているんだぜ。湯婆婆は油屋で働く者たちと、本名を奪う代わりに仕事を与える契約を交わすが、湯婆婆も油屋で働きたいという意思のある者には仕事を与えなければいけないという契約を交わしているんだ。その契約のせいで湯婆婆は契約した油屋の従業員たちの生活をきっちりと保障することを守っているんだぜ。湯婆婆でさえもルールを厳守し、破るとおそらく八つ咲きにされるであろうことが予想されるから、世界の住民は、ルールを守ることを厳守しているんだよな。湯婆婆も誰かと契約を交わしているということなのね。
そうなるな。湯婆婆よりも力を持つ何らかの存在があるということなのね。そうなんだろうな。でも、その存在は明かされていないし、わからないんだぜ。他にも白が八つ咲きにされたのではないかとわかるシーンがある？あるぜ。千尋と白が最後に別れるシーンがあるよな。千尋と白が手を繋いだ後別れるシーンだよね。そう、そのシーンだ。この時、千尋の手が離れていても、白の手だけが名残惜しそうに映し出されている。これが、宮崎駿監督が二人の永遠の別れを表現しているらしいんだぜ。そんな悲しい思いが込められたシーンだったんだね。また、別れ際に白は千尋にこう声をかける。決して振り向いてはいけないよ。それは、振り向くと、トンネルの近くにあるだるまになってしまうからなんだそうだぜ。千尋が振り向こうとした時、千尋の髪留めが光って振り返るのをやめる千尋。その光は白の別れの涙だとも言われているし、白が最後まで千尋を見守っている証とも感じ取れるぜ。自分は八つ咲きになってしまうのに、最後まで千尋の心配をして見守っている白。なんて切ないんだろう。ますます白のことが大好きになったよ。切ない話だよな。8、白は千尋の兄だった。八つ目は、白が実は千尋の兄だったのではないかというもの。これは有名な都市伝説だよね。そうだよな。知っている人も多い都市伝説の一つだよな。私が知っている数少ないジブリの都市伝説の一つだよ。この白が千尋の兄であったというのは、千尋が幼い頃に川に落ちたことがあるというエピソードにあるんだぜ。どうやら、千尋自身は覚えていない思い出で、両親に聞かされた思い出らしいんだが、千尋が幼い頃に川に靴を落としたことがあるそう。その記憶を白と一緒にいる時に不意に思い出す。その千尋の思い出の中では千尋自身が溺れているように見えるんだぜ。そして、その千尋を救おうとする手が伸びてくる、子供の手のようだが、千尋の手ではない。その手の持ち主こそが白ではないかと言われているんだぜ。白が千尋のお兄ちゃんで千尋が川で溺れているところを助けたということよね。そういうことだな。でも、千尋にお兄ちゃんはいないし、いた記憶もない。この川の事故の時に白は千尋を助け、白が溺れて死んでしまったのではないかと言われているんだぜ。その証拠に、白は千尋が名乗らなくても千尋の名前を知っていたこと、白が千尋のことを幼い頃から知っているといった発言をしていること、が挙げられるぜ。また、白は川の神様になりつつある。千尋が溺れた川で命を懸けて守った白へその川の神の地位が与えられたのではという噂もあるぜ。そんな気がする都市伝説だよね。千と千尋の神隠しは兄弟の再会の話でもあったのかもしれないよね。そうだな。9、千尋の名前は千秋の予定だった。9つ目は、千尋の名前が初期設定では千秋の予定であったというもの。千秋という名前はどこから来たのかな？日本テレビプロデューサーの奥田誠二さんの娘さんの名前から来ているらしいぜ。プロデューサーの権限で娘の名前を主役につけろとかいうやつ？いやいや、そんなダークな話ではないんだぜ。奥田誠二さんと当時4歳の娘の千秋ちゃんは宮崎駿監督と共に山小屋に滞在したらしいんだ。その時、千秋ちゃんの靴が川に流されて、一生懸命大人たちが追いかけたという思い出があるそうなんだぜ。その思い出から、女の子と川の神との出会いをひらめき、映画の題材にしようと思いついたそうなんだ。作品を思いついた感謝の印として、千と千秋の神隠しという作品を制作するつもりだった。ところが作品を練っているうちに、遊郭をモデルとした油屋を舞台とする作品にすることを決めた宮崎駿監督。それでは、友人の娘さんの名前を使うのは気が引けるということで、名前が変更になったということだぜ。この話は、宮崎駿監督が語っていた話なの？ジブリの広報誌で掲載されていた話だそうだぜ。じゃあ、都市伝説というより、実際の話ということだね。そうだな、厳密に言えば、都市伝説ではないかもしれないな。隠れた裏話の類かもしれないぜ。そうだね。10、主人公は凛の予定だった。10個目は主人公が、最初は凛の予定だったというもの。凛といえば、確か、千尋のことを油屋で最初に助けてくれた良き先輩だよね。そう、その凛だぜ。千尋ではなく凛が主役をやるはずだったってこと？というよりも、千と千尋の神隠しではない、凛が主人公の全く別の物語を制作しようとしていたらしいんだぜ。その題名は煙突柿の凛。この作品が制作されなかったのは、20歳の凛と60歳のおじいさんが恋に落ちるという内容だったから、ジブリプロデューサーの鈴木敏夫さんにも反対されたそうだぜ。子供向けじゃない内容だからかな？そうだな、子供向けの作品にはなりそうにもないよな。ジブリ作品としても珍しい題材かもしれないぜ。ちょっと見てみたい作品だけどな。たまには、ジブリにもそういう作品もあってもいいような気がするけどな。ただ、千と千尋の神隠しを制作する直前にこの作品を制作しようとしていたようだから、宮崎駿監督がこの作品を制作していたら、
千と千尋の神隠しは世に出ていないかもしれないな。そっか、それは困るな。考え直してくれてよかったかも。ただ、煙突か木の凛の制作は諦めた宮崎駿監督だけど、凛というキャラクターがとても気に入っていたらしいんだぜ。凛のことを諦められない宮崎駿監督は、千尋の良き先輩として千と千尋の神隠しに登場させたんだぜ。凛のサバサバしたところ、優しいところ、素敵なキャラクターだよね。千と千尋の神隠しになくてはならないキャラクターだよな。うん、新たに煙突か木の凛を制作してくれないかな。11、もののけ姫の3は千尋の先祖。11個目は、千尋が同じジブリ作品もののけ姫の子孫であるのではないかというもの。え、千尋と3って関係があったの？全く関係性がわからないんだけど。そうだよな、作中でも、そんな話は全く出てこない。でも、千と千尋の神隠し公式設定資料集に、千尋は3の子孫だと記載があるんだぜ。全くの裏設定なんだね。そうだよな、しかも、白も明日かと関係がありそうなんだ。明日かって、もののけ姫の主人公の明日かよね？もちろん、その明日かだぜ。明日かの本名は明日か彦、日本神話に登場する神がモデルだと言われているぜ。白も日本書紀に登場する神がモデルだと言われている。そんな神同士の明日かと白は親類関係にあるのではないかと予想できるそうなんだ。明日かは白の先祖だった可能性が高いということだね。そう言えると思うぜ。明日かと三との間に子供がいれば、千尋はその子供の子孫ということになるが、公式資料集には、千尋は明日かと三の子孫とは記載がなく、三の子孫とだけ記載されているんだぜ。このことから、千尋は三と誰かの子供であって明日かは関係ないと言えると思うぜ。もののけ姫の物語の後、三と明日かは再び会うことができなかったのかな？それはわからないな。でも、お互い別の相手と結ばれたのではないかと予想できるよな。なんだか、ショック。でも、また子孫同士が再会できたんだよな。明日かと三の運命的な絆を感じないか？そう考えるとロマンティックな気がするね。12、耳をすませばに原作となった本が登場していた。最後は、同じジブリ作品の耳をすませばに、千と千尋の神隠しの原作となった本が登場しているというもの。耳をすませばといえば、小説が登場する甘酸っぱい青春ストーリーだよな。大好きな作品の一つだよ。主人公の雫の心情は痛いほどわかるし、雫の恋の相手、甘沢誠二くんのかっこいいこと。芯の通った男の子だよな。そんな甘沢誠二が雫と出会った私立図書館で読んでいた小説こそが千と千尋の神隠しの原作本なんだぜ。へえ、そうなんだ。耳をすませばと千と千尋の神隠しに共通点があったなんて意外だな。それに千と千尋の神隠しには原作本があったんだね。そうなんだよ。千と千尋の神隠しの原作となった本は、霧の向こうの不思議な街という題名なんだぜ。本当に存在する小説なの？実際に存在する小説だぜ。興味あるな、読んでみたい。ぜひ、読んで私にも貸してくれよ。オッケー、感想を語り合おうよ。いいね。今回は、千と千尋の神隠しの都市伝説を12個選んで解説してみたぜ。霊夢はこれらの都市伝説をどう感じたかな？どれもこれも興味深い話だったな。知っていた都市伝説は今回の中では一つしかなかったよ。千と千尋の神隠しには、裏設定や、思いもよらない発見が多く存在するよね。謎探しみたいで、何度見ても楽しめる作品だと改めて感じたよ。そうだな。皆さんは今回の話はどう感じたかな？よかったら感想をコメントで教えてくれ。こんな都市伝説があるよ、という情報もコメントで教えてほしいな。ジブリ作品には、まだまだ興味深い都市伝説が存在するぜ。この作品の都市伝説を解説してほしいというリクエストもお待ちしてるぜ。ってことで、今回はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。面白かったと思ってくれた人は、高評価とチャンネル登録をよろしくね。それじゃあ、まったねー。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。なんか霊夢、今日機嫌良くないか？最近、マリサからジブリ作品の面白い話を聞く機会が多いでしょう？すごく興味深くてマリサと話すのがより一層楽しいんだよね。それは光栄だぜ。じゃあ、今日もジブリ作品の話をしようかな。待ってました。今回はどんな作品の話を聞かせてくれるの？そうだな、今回は千と千尋の神隠しの話にしようか。おお、知りたい知りたい、どんな話なのかな？千尋の母親が千尋に対する接し方がすごく冷たく感じないか？千と千尋の神隠しの序盤、千尋の両親が豚にされる前での千尋と両親のシーンなんだが、それは、私もすごく感じていたんだよね。初回に見た時から違和感がすごかったもん。お母さんっぽくないっていうか優しさが感じられないというか怖い感じ。作品を見た、大体の人が感じている違和感なんだよな。
今回は、千尋の母親が千尋に冷たい理由について解説していくぜ。どんな理由があるんだろう？それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。1、千尋の母親の冷たさを感じるシーン。霊夢はどんなところで千尋の母親が千尋に対して冷たいと感じた？千尋に投げかける言葉や話し方、態度がよそよそしくて冷たく感じたかな。そうだよな。一般的に想像する母親より、かなり冷たさを感じたぜ。例えば千尋家族が、道に迷って山道に入り不気味なトンネルに入ろうとした時、千尋は嫌がるんだ。トンネルには車では入れないから徒歩で行くしかない。嫌がる千尋に車で待っていなさいと言い放つ。知らない山で怖がる小学生の女の子一人を車に置いてきぼりにするだろうか。このご時世、何があるかわからないのにね。どうしてもトンネルに入りたければ、両親のどちらか一人が行けばよくないか？どちらも残らず、千尋を一人にしていこうとする両親にかなり疑問を抱くよな。そして凍るように冷たく言い放つ母親の言葉が突き刺さるぜ。いつもそんな調子の人なのかな？千尋のびっくりした様子がないことから、いつもあんな調子で喋っていることは予想できるぜ。また結局、千尋は怖がりながらも両親についていくんだけど恐怖から母親にべったりくっついて歩くんだぜ。そんな時に母親はあんまりくっつかないでよ。歩きにくいわ。と千尋に言い放つんだよな。怖がりながらもいやいやついてきた娘に随分な言い方だと思わないか？そうだね。怖がっている子に、突き放すような言い方だよね。歩きにくいのはわかる。でも、親だったら、励ましたり、心配したりするものじゃないか？お母さんの表情も口調も淡々としていて冷たいのがまた怖いぜ。抱きしめたり、怖がっている間だけでも手を繋いであげたらよいのにね。千尋の母親が、旦那に対する態度と千尋に対する態度が違いすぎる気がするんだぜ。逆ならよく見る光景だけどね。珍しいよね。本当だよな。しかも、母親は旦那にくっついて歩いているシーンもある。他にも、歩きにくく危ない場所を歩いている千尋に千尋、早くしなさい。と言うんだぜ。大人でも危ない場所なのに、手も貸さず、娘の姿もろくに見ずにさっさと先に行く両親。もたもたしている千尋にイラついているようにも見えるんだぜ。千尋がのんびりでどんくさいからヘキヘキしているのかな？そうだとしても、急いで怪我でもしたらどうするんだ？誰でも親なら子供に怪我をさせたくはないよな。子供に無関心すぎる気がするんだぜ。もしかしたら、千尋の母親は毒親なのではないかと思わずにはいられないぜ。両親ともに毒親とも言えるのかもしれないが。これらのセリフや態度から千尋の母親は千尋に対して冷たいと言えるんじゃないかと思うぜ。そうだね。母親が千尋に冷たくする衝撃の理由。なんでこんなにも母親は千尋に冷たく接するんだと思う？もともと、クールというか、サバサバしている性格だということも考えられるよね。そういう可能性もあるぜ。でも実は、こんな興味深い噂があるんだぜ。千尋には兄がいて川で溺死していたのではないか。しかもその兄が白ではないか。作中で千尋は小さい頃に川に靴を落としたことがあるらしいと発言している。実は川で千尋が溺れたのではないか。その千尋を助けたせいで白は死んでしまったのではないか。息子を亡くした母親が娘の千尋を恨んでしまっているから冷たい態度をとっているのではないか。というもの。白って千尋のお兄ちゃんだったの？あくまで噂なんだけど、なんだか納得できる部分が千尋の川での回想シーンで出てくるんだ。どのシーンだろう？川に落ちた記憶は千尋にはないようだから、潜在的に覚えていたのか、想像なのかはわからないんだぜ。その回想シーンでは、千尋は裸で水の中にいるんだぜ。水上には水しぶきが上がり、何かが落ちたような雰囲気。千尋の言っていた通りであれば、それは靴ということになる。けれど、靴が落ちただけの水しぶきには見えないんだ。多分人が落ちた後の水しぶきだと考えられるぜ。それで、千尋が川に落ちたということがわかるわけね。そうなんだ。その後、水しぶきに誰か子供の手が伸びるんだぜ。その手は靴を取ろうとした千尋の手とも取れなくもないんだけど、手には洋服の袖が見えるんだ。すなわち裸の千尋の手ではないということだぜ。おそらく、千尋とは別の子供の手、兄の白の手ではないかと予想できるんだぜ。つまり、千尋が昔、川に靴を落としたという思い出は嘘で本当は千尋自身が川に落ちていたんだな。悲しい過去を隠すために両親から千尋は嘘の思い出を教えられたんじゃないかな。それは、両親の千尋を思うがゆえの優しい嘘なんじゃないかと思うぜ。なるほど、そう考えると川の回想シーンも納得できる作りだということね。他にも、白が千尋の名前を最初から知っていたこと、千尋を幼い頃から知っていると言っていたことからも、白が千尋の兄だという説は納得できるような気がするんだぜ。そう聞くと、白が千尋の兄だった説は限りなく真実に近い気がするな。そうだろう？
また、主題歌にも白垣ヒロの兄であるということを示唆するような隠された秘密があるんだ。千と千尋の神隠しの主題歌は、有名な木村由美さんのいつも何度でもだよな。耳に残る素敵な曲だよね。千と千尋の神隠しといえば、この曲でしょう。そうだな。でも、このいつも何度でもが主題歌に決定した裏で、世に出なかった歌詞があるんだぜ。それが、宮崎駿監督が作ったあの日の川でという歌詞。え、そうなんだね。宮崎駿監督がわざわざ作ったのにお蔵入りしちゃったのね。そうなんだ。どうしてあの日の川でが採用されなかったのかはわからなかったぜ。そのあの日の川での歌詞にも白垣ヒロの兄であるような意味深な歌詞があるんだ。あの日の川での歌詞に、誰かのために生きている私のために生きている誰か、という印象的な部分があるんだぜ。この誰かが白のことを指すように感じないか？そうだね。川でのあの出来事を歌にしているのなら、誰かは白のことだろうね。そう感じるよな。白が助けてくれたから生きていられる千尋。今度は白を助けたい千尋。そんな風に歌詞からは感じ取れないかな。そう感じざるを得ないよね。宮崎駿監督は歌詞にもそんな白と千尋の関係を含ませていたんだね。もう一つだけいいか？霊夢は千と千尋の神隠しの作品テーマを知っているか？そういえば、知らないかも。有名なテーマだっけ？いや、ほとんどの人が知らないかもしれないな。千と千尋の神隠しの作品テーマは、自分が生きているのは誰かのおかげなんだ。へぇ、千と千尋の神隠しを見ているだけではあまりそのテーマ感は感じないよね。そうなんだよ。この白垣ヒロの兄だった説を知って初めて納得できるテーマだと思わないか？そうだね。その説を聞いた今では納得できるかも。命がけで妹を助けて亡くなってしまった兄は溺れた川の神になろうとしていた。そんな兄に助けられた妹が不思議な世界で今度は兄のことを命を懸けて助ける。誰かは誰かのために生きている。みんな誰かのおかげで生きているんだ。と伝えたい作品だったんじゃないかと思うぜ。そんな宮崎駿監督の思いが作品テーマに掲げられているんだな。なるほどね。宮崎駿監督はなんでもっとわかりやすく表現しないのかな？そういうところが宮崎駿監督の作品の良さでもあるんじゃないか。何度見ても新しい発見があり、見る年齢によって発見できたり共感できる部分が違ってくる作品。見る側に感じ取って楽しんでほしいということなのかな。そうだと思うんだ。この千尋を助けた兄の白が亡くなってしまった説が本当だとしたら、千尋の母親が千尋に冷たく接する理由もわからなくはない気がするぜ。娘は悪くないと心ではわかっていても、どこか心の底で恨んでしまっている自分がいるんじゃないか。その釈然としない心情が千尋に対して自然に冷たい態度となって現れてしまっているのではないかと感じるぜ。複雑な気持ちになるね。3. ただの毒親だった説。こんなにたくさん力説しておいてなんだが、一方では白は千尋の兄だった説なんて全くのデマだという説もあるんだぜ。え、千と千尋の神隠しは人気作品なだけに、たくさんの推測が噂されている作品でもあるんだ。デマだった説を主張している人はどういう意見なの？千尋の母親は、母であり女性であることを大切にしてる現代的なタイプの女性であったんじゃないか。サバサバとしていて、裏のない性格。子供とは親というより友人のような感覚で過ごしている母なのではないか。という意見があるんだぜ。また、自分勝手で子供を愛せない毒親なんじゃないかという意見もある。ただ、たまたまその時が機嫌の悪い時だっただけなのかもという意見もある。女性は割と気分の起伏が激しいところがあるよな。私もそうだが、生理などホルモンバランスに左右されることもよくあるし、些細なことでイライラしてしまうことも、たまたまあの時は、機嫌の悪い時だったという意見もありかなとは思えるよな。そうだね。いつでも気分が一定というのは無理だもんね。そういう可能性もあるのかも。ということで今回は、千尋の母親が千尋に冷たい理由について解説してみたぜ。どうだった？大好きなジブリ作品の話だったから、本当に興味深くて考えさせられる話だったな。どんなところが特に印象に残った？白垣ヒロの兄だったという話には衝撃を受けたな。でも、マリサの解説を聞いたら納得できた。デマだという意見も聞いてみたら、なるほどと思ったんだけど。でも、私は白垣ヒロの兄だった説を信じたいな。そうだな。私もその説を信じたいぜ。その方が物語にも深みが出るし、母親の千尋に対する態度の理由も納得できるしな。悲しい話にはなってしまうけど、白がちっとも千尋を恨んでいるようには見えないのが救いだぜ。白が千尋の兄であった方が様々なことに納得して作品を見ることができるんだよな。母親は千尋のことを許したい自分と許せない自分で悩んでいる。そんな母親を見かねて、父親が環境を変えるために引っ越しを提案したのかもしれないぜ。新しい土地で、白が見守る中、千
千尋と家族が新たな幸せを見つけられると良いなと勝手に思ってしまうぜ。それは、素敵な解釈だと思うな。私もそう思いながら、もう一度千と千尋の神隠しを見直そうかな。新たな発見があるかもしれないぜ。何か発見したら教えてくれよ。じゃあ、今度はマリサも一緒に見ようよ。それ、いいね。皆さんは千尋の母親が千尋に冷たい理由についてどう感じたかな？感想や意見があればぜひ、コメントしてね。ってことで、今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。面白かったと思ってくれた人は、高評価とチャンネル登録をよろしくね。では。